こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解はまあ、B か C ですよね。サミさん、これ空所の左側ですね。真ん中、until。もちろん、うんたらかんたらするときまでずっとということでございますので、時ですよね。そして皆さん、文頭、please で始まっておりますので、命令文。で、意味ないよ、皆さん、座席に座っておいてくださいということでございますが、その状態をずっと続けてくださいと。そうです。これからちょっとしばらくの間、座っておいてください。ですから、未来の内容。で、皆さん、これでピンとくるかどうかでございます。さあ皆さん、下をご覧くださいね。時や条件を示す接続詞の中では、これ皆さん思い出せましたでしょうか。未来の内容であっても、うにゃうにゃ時制で表記、現在時制で表記。で、皆さん、これで選択肢改めて眺めてみると、正解は B ですね。で、皆さん、文末でございます。シートベルトのサインが消えるまで、着席し続けてくださいね。で、未来用バッチリ。たみさん、選択肢は C ですね。じゃ、これ現在時制に見えてる方。ちょっと皆さん、これも思い出していただけると嬉しいかと思いますが、Be going to。これ皆さん、未来の内容を表しますからね。そこだけ勘違いしないように。で、皆さん、これ時制の中での品質項目でございますので、確認をお願いいたします。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸2番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。